会社拝見あなたの商品私の製品ご案内役鎌本と高野です。よろしくお願いいたします。さて今日は福山ですね。はい、猪木、ね、こちらはどちらになるんですか。猪島町、はい、南ヶ丘です。はい、株式会社日本総合科学お尋ねしてますけれども、早速お話を伺いますのは常務の高田さんです。はい、どうぞ。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて株式会社日本総合科学どんな仕事なさってるんですか。はい、私どもは環境分野のいわゆる環境分析、はい、それから、あらゆる環境って広いわけですけども、はい、そういった環境調査を中心にやってまして、はい、その他、はい、衛生的な分野で食品分析と、はい、こういったことをメインに、はい、やっております。あ、そうですか。分析調査そして食品関係のお仕事ということですよね。はい、そうでございます。はい、それでは早速ですけれども、はい、現場の方をお尋ねしてみたいと思います。はい、どうぞ。この番組はご覧の提供でお送りいたします。まずは環境調査部の、生物調査の現場にお邪魔しています。お話を伺いますのは牧野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここではどういった研究がされているんですか。そうですね、ここでは環境アセスメントの中の、はい、生物調査をやってる部屋なんですけども、主に昆虫とかあるいは植物とか両生爬虫哺乳類鳥、はい、こういうところをやってる部署であります。そういったものの生息を調べることで調べられている地域がどんな環境なのか、はい、というかがところが分かるとことですかね。そうですね、はい、で事前にそういうものを調査しまして、はい、どういう生物がいるかっていうのを把握した上で、はい、開発による予測評価をこういうものをやっていくようになります。はい、あ、なるほどね。はい、ですから例えば開発の前後でそれ同じようなことをすれば開発によってどんな影響が出たかと、そうですね、即座に分かる、はい、こういうことですかね。そうですね、昆虫にどういう影響が出たかっていうことですかね。ということもでしょうし、昆虫そのものが死滅絶滅したら分かりますよね。そうですね、はい、種類が例えば20から10年減ったらこれ大変なことなんでしょうけども、例えばの話ね、はいはい、そういったことなんでしょうか。そうですね、でそれを事前にですね、まあ、開発する前に、はい、把握して、はい、で予測を立てるわけですね、はい、でそれで許可をもらった上で、まあ、工事に入ると、はい、であとその後のモニタリングということで追跡調査をやっていくということになります。はい、でこの生物の中でも環境省の方からレッドデータブック、レッドデータデス、リストというものが出ておりまして、はいはい、そのリストに基づいて、まあ、貴重な生物がそのリストに入っているわけなんですけども、はい、それで一つの指標になっております。なるほどね。はい、それは今おっしゃったのは死んだものという意味ですか、デッドですか。レッドデータ、レッドデータですね、赤本という赤いレッド、はい、危険な、まあ、危険な、重要なという意味なんです。あ、そうです。重要な種類をリストアップしたという本なんですけども。あ、そうなんですか。はい、まあ、生物調査以外にももちろん環境調査というのはございまして、大気とか他にもあるようですけれども、はい、またそれは別のところで お話を伺います。はい、それでは生活環境の調査ということでお話を伺いますけれども、振動と騒音ですね、はい、実際どのような装置を使ってどういうふうにして行うのかちょっと教えてください。はい、じゃあ見ていただければと思うんですけども、はい、騒音計っていうのがこちらにありますけども、はい、いわゆる騒音です、音の、はい、大きさを測る機械ですけども、はい、まあ、それが環境基準とか規制基準というのがありまして、その基準に対してどの程度、はい、そこの場所で出てるかっていうのを測る機械ですけども、はいはい、あともう一つは振動の測定器なんですけども、はい、これは地盤の振動をピックアップっていうことで、その先のセンサーでもって、はい、感知したのを、はい、記録、増幅器で、数値化して、はい、出しているという装置であります。はい、例えば騒音であれば工場とか飛行場とかそういったところが対象になるかもしれません。ね、はい、振動というのは例えばどんなところがあるんですか。やはり工場とか あるいは建設作業とか、鉄道とかもありますけども、はいはい、まあ、そういうところが対象になります。はい、なるほどね。はい、そういったことで生活環境の調査を行うというのも日本総合科学さんの一つの仕事である、こういうことです。次は大気質調査の現場に来ています。
大気質調査というのは一体何のために研究されているんですか？はい、大気中の、窒素酸化物あるいは二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、そういうものを測る、自動的にこれは計測する機械です。今のお話を伺います。例えば車から、ね、出てくる排気ガスなんかもその調査の対象になりますね。はい、なります。ですから道路の沿線で測ったり、あるいは工場からの、はい、そこの地域の環境を測る、はい、そういうものをこのトラックを持ってきまして、はい、移動車を持ってきまして、はい、測ります。あ、これは移動できるものなんですね。はい、はいはい、それはやはり大気質というのは大きく分けて自然調査、自然環境、あるいは生活環境、両方にもまたがるんでしょうかね。そうですね、生物もやはり大気の影響を受けますので、間接的な影響となると思います。あ、なるほどね。はい、まあ、主に人的にその吸入することによって、はい、喘息とかそういうものが引き起こされますので、はいはいはい、大気の監視っていうのは必要になります。大気の見張り役をなさっていると、はい、こういうことですね。はい、それでは第2の現場ですけれども、こちら技術部ではおまかにどういった仕事をなさっているんですか？まず分析課、こちらで水質とか低質とかですね、産業廃棄物なんかの分析を行っています。はい、それと計測課というのがありまして、ここでは排ガスとかですね、悪臭の主に現地のサンプリング作業を行っています。はい、それと微量分析課というのがありまして、はい、今話題の環境ホルモンとかですね、はい、有害大気汚染物質、そこら辺のサンプリングと分析を行っている業務もあります。はい、それと最後ですけども、はい、ダイオキシン課というのがありまして、今マスコミで話題のダイオキシンの分析、はい、類の分析を主に行っている部署があります。なるほどね。はい、この近く私たちの住んでいる、まあ、尾道福山あたりでダイオキシン問題になるようなレベルございますか？あまり今ダイオキシンの分析はですね、はい、去年ぐらいまでは排ガスが中心だったんですよね。はい、焼却炉 の、はい、発生源である排ガス、はい、それとその焼却灰、はい、で、まあ、尾道とか福山のですね、はい、いろんな一般廃棄物の焼却場、はい、そういったものを測定していますけども、はい、そんなに問題となるような数値は出てないように思っています。よかったです。はい、まあね、いたずらに騒ぐということはよくありませんけれども、ただ安心はしたいですね。はい、ダイオキシンということなんですが、そういった肺の測定以外にも例えば土であったり、はい、大気であったりあろうかと思うんです。これは全て測定対象ですか？はいはい、そうです。昨年まではですね、やはり焼却炉からの排ガスと肺という発生源のですね、ものが中心だったんですけども、はい、まあ能勢の焼却場の問題とかですね、はい、いろんな問題でその周辺のですね、土壌とか、環境大気、はい、水質、はい、そういったものがかなり広がってきまして、はい、最近ではそういう発生源の濃度の高い資料よりもですね、はい、こういった環境の低濃度の資料の方の分析の割合の方が増えてきました。はい、ということはある意味では測定分析は難しくなっている？そうですね、ナノグラムオーダーからですね、はいはい、ピコグラムオーダーに変わってきてます。ナノグラムとは10のマイナス9乗なんですけども、はい、ピコグラムは10のマイナス12乗、はい、10億分の1から1兆分の1というふうに、はい、レベルが下がってきてます。なるほどね、ちょっと想像できない世界ですけど、はいはい、それでは第3の現場ですけれども、食品事業部の方にお邪魔しています。お話を伺いますのは永山さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、この食品事業部ということですが、どんな内容の仕事をなさっているんですか？食品の細菌検査とそれから理化学検査を中心に一部飲料水の検査などもやっております。はい、細菌検査、いわゆる菌ですよね、はい、の検査ということな、そこまではなんとなく分かるんですが、もう少々詳しくおっしゃっていただきますと。まあ、食品関係の業者さんから、はい、検便、それから食品の検体ですね、はい、をいただきまして、まあ、こちらの方で分析、それから細菌検査について、はい、検査の方をさせていただいているというところです。あ、そうです。
もう一つの項目で理化学検査ですか、はい、これはどんな内容なんですか。今栄養表示とかですね、はい、いうのでもうかなり言われてますけども、はい、それの、まあ、エネルギーとかですね、そういったものを計測という形になるんですが、なるほど。まあ、最近ということなんですけれども、食品で、まあ、やばい細菌というかね、時々ニュースなんかでね出てきますけれども、ああいったものを当然検査されるんでしょうね。そうですね、最近はそのやっぱり、サルモネラのエンティティですとかそういった問題でかなり取り出されてますけども、はい、この場でうちの方は検査の方を取り行ってます。食中毒とか何とか言いますと保健所とかいうふうにすぐ結びつくんですけれども、その保健所とかで依頼されたものがこちらにやってくるということでもないんですか。うちの方は基本的に自主検査ですから、どれだけ自社の作られているものを防いでですねいるかということで検査の方をさせていただいています。全て口に入れるもの、安全でないとね安心して食べられないですからね、こういったところのねデータがあると、はい、事業所さんも安心、我々も安心ということですよね。はい、はい、それではですね、以上環境調査、技術、そして食品事業とこの3つのね現場をお尋ねしました。いずれにしても常務、時代の要請にですね深く関わっている、そして大切な仕事をなさっていると思います。今後の抱負お聞かせください。はい、大変ありがとうございました。まあ、我々はこれからですね、今までやってきた仕事は当然やるんですが、これから3つぐらいの柱をですね、打ち立ててやろうと考えています。まず第1はですね、ダイオキシン類とか環境ホルモンに代表されるようないわゆる超微量分析のもう少しこう確立したビジネスですね、はいはい、これが一つの柱というふうに考えています、はい、それから2つ目がですね、まあ、環境マネジメントシステム的な、いわゆる ISO14000 あたりの支援、はい、支援といいますかね、はい、そういったサポート事業、はい、いわゆる環境報告書レポート、そういった形でのコンサルティング的な、ビジネス、はい、これが2つ目を考えています、はい、それから最後にですね3つ目はいわゆる地下水汚染、それから土壌汚染、はい、さらにまた環境の修復事業、はい、いわゆる傷んだ環境を少し直していこうか、はい、こういったビジネスを立ち上げたいと、はい、こんな風に考えてですね、はい、これから、3つの柱で、はい、日本総合科学をですね、はいはい、もう少しグレードアップしようかなと、こんなイメージであります。なるほどね、はい、確かに技術的にも微量分析ということでグレードアップ、そして、まあ、前向きにですかね、今までは現状をチェックということだったんでしょうけれども、はい、それを未然に防ぐ、あれ修復ということで、はい、なるほどね、まあ、ぜひ今後ともですね、私たちの住環境、はい、安全のために、ね、守っていただくね、よろしくお願いいたします、はいはい、今日はお忙しいところ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この変化に耐えられるか。コムショット尾道。太陽熱で床暖房、スーパーエコ住宅の前田ハウジング、省エネ率は 50% 以上、無駄を省いた快適な住まいをお届けします。見学も随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。この番組はご覧の提供でお送りいたしました。